今回は、えー、最近、ですね、この日本でまあ起こった、まあ、これひどすぎる、まあ、悲惨すぎるこれ事件だなっていうことについてちょっと考えていきたい,い,きたいと思います。えー、んでこれ、ね、法律が、あのー、全くこれ、まあ、事件といっても適用がされないんですけどこれはまあリスナーさんもご存知かと思いますけど僕はこれ、普通にあの立派なこれ事件だと思うんで、ねあので、ーまあ、みんなこれを思ってるかなってあの思うようなちょっと内容をね えちょっとあの考えてまああの行きたいと思いますので、えー、よろししくお願いまいますああの、まあ、日本はね、まあ法治国家ということがまあ言われているんですが、まあ、あるも物事に関しては、ですね法律がこう、えー、適用されなかったり、ま、えー、まあ、まあ故意にではないということなのかわからないんですけど、もうちょっと早くこれ、手を打っておけば、こういう事態にはまあ陥らなかったって。まあ 事件では、えーま、ないっていうのかも分からないですけど、うそういうような、えーま、疑いを、えーま、感じられる、ま、そういう、えー、内容かと思うんで、ま、ちょっとね、えーま、そのことを、えー、考えていきたいと思います。えーまあ、あの東京の方、千葉なのかな、これ、分かんないけど、東京の方、千葉の方は、た、ま、多分これあの、ニュース見られたと思うんですけど、ま、ちょっとね、えーな、なんて言っていいのかこう分からないんですけれども、 あのまあ、日本でね、えー、もう本当にこうあの不可解なことが起こるんですよね、不可解で、まああのえー、恐怖なことが、えー、こう起こるっていう、そういうようなことが表面化したっていう、えー、そういう話だと思うんですよ、あのまあ、日本国民、えー、の多くはですね、えー、まあ恐れている、まあ、病気があるんですが。 あの最近、ね、ずっとも報道されている病気、まあ、世界、あるいは日本の病気があってね、ねその病気が、えーまあ、原因となって恐怖に、まあ、陥ってるんですよ、みんなが。しかしですね、えー、そのいつもお話ししているように、まあその、例えばその病気が怖いっていうことなのかもしれないんですけど、もっと深く入っていくと、ですね、えー、実はその病気が、えー、要因となってですね、 経済的不,不,不況からあの仕事をなくして失業してしまう、えそこからですねえ自ら命を絶ってしまうという人が増えているって、そこがまた問題なんですが、えそこにはですね全然こう触れないっていうあの日本の、まあ、言葉が悪いですが、最低メディアっていう話なんですよ。よ常にその 不安だけを煽るんですよね。病気が怖いんだとかね、そのまあ、感染者数とか、えーまあ、その陽性者数とかっていうのをなんか適当な変な言葉にあの言ったりとかして、でえーまあ、実際その、例えば、まあ、少し前までは病気で亡くなっている方が、えーまあ、そんなにいないとかっていう話だったんですけど、最近はもうその重症者とかが、ね、すごく増えてるということで、えーまあ、特にその関東のエリアとかは非常にです、ねあのまあ、危機的な、えー、状況下に陥ってるんですが。 そういうさなかにです、ねえーまあ、僕が見て、本当に背筋がこうゾッとするようなあのこの事件が、えー、ありましたね、これあの法律がこういうのはもちろん適用されないんでしょうけど、これ、多分本当にあのひ,ひどすぎるこれ事件ですよ、これ、類似した話が、ね、あの過去に、えー、またあったんですが、これ、ちょっと本当に考えないとあの、今後またこういった話が起きる、えー、可能性があるんですよね。あの なんかちょっと場所がわからないんですけど東京都なのか。 千葉県なのか、ちょっとなんかいろいろ見たんですけど、ちょっとどっちらかわからないんですけど、今、この、えー、まあ流行っている病気に感染したお母さんですね、お母さんがあの子供を妊娠して、えー、まあその子供を妊娠してるんでね、あの赤ん坊をまあ産もうと思って、病院を探したんですけど、どこの病院もこう受け入れてもらえなかったということで、まあこの病、病床数が逼迫していたということかもしれないんですけど、 あのこれね、もう分かってるんですけどもう2年ぐらい前からもう先に手を打つこと可能だったんですよ、それをそう例えばね、菅が手を打たなかったんでそういったことにねあの、別のことを思ったのか何だか知りませんけどで、えー、まあそのお母さんが、ね、あの病院を探してどこの病院もあの探したけどあの入れなくて受け入れてもら,もらえずにですね、あの結局、自宅で赤ん坊を出,出産したらその赤ん坊がな、ね、くなってしまったんですよね。 でえーまあ、そのお母さんは、まあ、あの無事だったってあのいうことなんですけどあの真面目な話なんですけど赤ん坊を出産しようとして、えー、病院に入れないとか、えー、生まれてすぐの、ねえー、赤ん坊が、えーまあ、亡くなってしまうって、えー、日本って、えー、いつからこんな恥ずかしい国になったんですかね発展途上国の、えー、並みのことをしてると思うんですよ。 あの当たり前の話ですけど赤ん坊が生まれるって言ったらその受け入れ体制を取るのがえ例えば日本国だったりに日本政府だったりえ病院、えー、だと思うんですが何て言うんですかね、まあ、リスナー様も思ったかもしれないんですが、えー、これからですね日本国を、えー、支えていくであろう、まあ、要するに尊い命がですね うあの生ままれる前にです、ね、亡くなってしまったっててしたこれって本当に法律が適用されないだけですけどこれ多分立派な事件だと思うんですよでこれ多分あのこのまんまいったらまたこういうことが、えー、同じようなことが起こる可能性があるんですよね。 あの病院の病床数が足りないからとかって言ってねえ病院が、えー、また逼迫してるっていうことで次にもしあのこの妊娠されたお母さんがね子供を産もうかと思った時にまたこれ病院に入れないのかっていう話になるわけですよで、えー、その結果ね例えばこのまさかじ自宅でね、えー、子供を産もうとして、えーまあ、その尊いこれからの日本を支える赤ちゃんがですね生まれてくる前から亡くなってしまって。 これってどういう国なんだよっていう、そういう話ですよね、本当に、これ、だいぶね、あのやばい話だと思うんですよ、これ、あの、まあ言葉が悪いですが、法律が適用されないんですが、これ、多分あの事件だと思いますからね、こういうこと、そして今後も、あのこういったことが起こる、えー、可能性があると、えー、そういう話ですが、まあ、この東京の方だったんでね、まあ、千葉か東京なの,のかって、ちょっと場所が分かりませんが、<laughs> あの、 もう本当に狂気とも思える、行かれてるね東京都知事の小池っていうのは、あの子供をですねまあ集団で学校であのパラリンピックを見せたいとかって、ね、自分の己の利権ばっかり追求して、外国勢力の顔色ばっかり伺って、うん、あ,のあなたの頭の中で日本国民を救うっていうことはないんですかって、こういったことが事件になってるにもかかわらず、日本国民の一人の命よりパラリンピックはそんなに大事ですかって、そういう話なんですよ。 あの病床数はね、えー、まあ変えるんだったら変えるでもいいし、その病気を2から5のやつに下げるとかでもいいんじゃう、早くとにかく手を打てよって、あの人々がこうすごくこう困ってる、そういった今、これ、状態にあるんですから、もう本当にこれ、本当に深刻問題だなと、多分み皆さん思ってると思うんですけどね、うん。でまあ、この話もやっぱり、あの蓋、ー、っていうか、 あの結論から言うとね、うん、もう本当に皆さんも思ってるでしょうしそろそろね、えー、まあ選挙がもう近づいてくるんですから近づいてくる段階に入るんでね本当もう日本の政治家ですからね日本人のために働くような人間そういう人間になってもらえないとダメだと思います。 あの僕もいろいろ調べるんですけど、じゃあ誰がいいのかって言うとまた難しいんですねあの誰もいないんじゃないかとかって思ったりするんで、どこ,とどこのとを探してもね、まあ、言葉があの悪いですが、まともな人間がこうなかなか、えー、見当たらなかったりもするんですよ。まあ、とりあえず、えー、まあ菅はもうだめだなと思いますけどね。本当にこの、うん、あのあ な,なんて言っていいのか、うまく言えないんですけど、もっとね、もう2年ぐらい前からお金だってあったわけですよ、予算があったっていうことが分かってるんで、その予算を使って、あの素早くこの病院をね、あのその病床数が逼迫しないように受け入れ体制を取ってれば、この,あの赤ん坊だって助かってたかもしれないし、今後こういうようなことがあったところでね、あのまあ、子供を産むっていうことがあのできると思うんですよ、本当に。 もう完全にね、いかれてるんじゃないかって、普通に思いますよね、見ててね、なんかもう、ニュースを見ると不愉快なんで、僕はもう見ないんですけど、まつま、つしょうもないマスコミの,あの、わけわかんないことを言うんでね、でまあ、僕みたいなことを言ってる人ってのは多分、分あのいないと思うんで、そんなにね、言、ま、っ、あ、たら、地上波の電波からカットされてしまうと思うんでね、でもあの、もう言葉が悪いけど、まあの、もう大体わかってますからね、あのそういう、こういう、まあ、構造っていうのが。 だまあそのリスナー様にお伝えさせていただいているように、まあ、あの仕組みとしてはまあシンプルというか、まあ <coughs> まあ、日本のトップである菅の背後ですねあとまあ東京都知事の小池の背後にはこの米アの闇組織アメリカシーマレーディープステートがいるという,ういう話なんですよで日本というのはです、ね、このアメリカの間接支配をずっと受けているので宗、えー、主国、アメリカに逆らえないんですがもう本当にあの思いますけど一人の日本人を、ねえー、守れないようなそういう政治家というのは何なのかという話ですし あのまあ、言葉は悪いんですけど頼むから外国勢力に、ね、あの屈してんじゃねえってその政治家なんだったらってあの日本人がこういう亡くなってるっていうそういった事件を、ね、見てな何も思わないのかっていうような話ですよでこの,あのリスナー様にお話したように赤ちゃんが亡くなるっていうのもそうですが。 あのねこの病気の中でね、仕事なくして絶望して、自ら命を絶ってるっていう、これもですね、どんどんその人間人数が増えてるんで、これ、日本国内で起きてる、これ、重大な問題なんですよこれ、重大事件なんですよ、あの本当にあの。法律的には何もならならいんですけど いわば本当に他の人もなんか言ってて、まあ、そうかって、日本政府にあの丸されてるって、まさかの日本人が日本政府に丸されてるって、そういった状況、あの上と下の両方から挟まれてるんでね、あの大人がねそその経済的に困窮して、仕事をなくして、自ら命を絶ってるってね、ね、ま、ガ、あ、姿デイビッド・アトキンソンのせいだと思いますけど、プラス下から、ね、その赤ちゃんが生まれてこようと思ったら、 あの赤ちゃんが生まれてすぐに亡くなってしまうとかっていう話なんで、本当にあのー、この赤ちゃんがこの亡くなったっていう。この話を聞いてま一刻も早くね。もうそのわかんないですけど、その次の選挙でもうあ、菅ではもう1ヶ月に行けないと思いますよね。この小池ってのもこれわけがわからないからね。本当にもうあのー？ 日本人がどんどん消えていってしまうっていうそういう深刻事態に入ってるんで、えー、まあ皆さんも思ってらっしゃると思うんですけど僕もねあの難しいんでこの答えが見つからないんですよじゃあ,あのこれで誰にどうしたらいいのかどうかっていうのを思うんですけどなかなかね問題が難しいんであのまあ憤るんですけどね、うん、何かちょっとあの策をまあ僕もそうですけど皆さんで考えないと あの、このままこういったことがずっと続いたら、本当にあの、まあ良からの事態がず続いてしまうんじゃないかと。うんって思います。これだから、あの、まあ事故っていうか、なんていうんですかね、あの病気のお母さんが家でね、病院のあの受け入れ先が見つからずに、あの子供を家、自宅で、えー、まあ出産し、その結果ね、子供が亡くなってしまったって、これ、あの形を変えて、あの。 日本政府に見殺しにされたとかってそういうことも全然考えられる話なんですよ、これ、多分そう思ってる人あのいらっしゃると思うんで、僕、普通にそう思ってますからね、もうちょっと早めの段階で、1年ぐらい前からね、もう素早く手を打って、あの病床数をちゃんと確保してね、病気の対策も講じて、2から5に下げるでもいいし、何か打つ手はあったはずなんですよ、それをしょうもない緊急事態宣言とか繰り返してね、あの狙いは別のところにあるということは分かりますけど、その、 あの日本の中小企業を潰してね、えー、その経済を破壊しておそらくそこで、えー、儲かる売国人たちが笑うっていうそういう話なんですけどあの日本国を支えている日本国民がこういう目に遭ってるんでちょっと本当あの策をね、えーま、どうにかして講じられないかと、えー、ちょっと思ったんでね、えー、まそのことを、えー、ちょっとお話してみました関東の方はこのニュースまあ結構その、ま、なんていうのかな、えー、まちゃんとしたニュースで上がってたんで思われた方 あるかもしれないんですけどここでもやっぱりね、この,この、まあ、菅もそうですけど、この東京都知事のこの小池ですよね、本当にこの,あのパラリンピックを子ども、学校で見せたいと、本当、訳の分かんないこと言ってんなと、もっと違うことを考えるって考えることあるんじゃないのかっていう、そういう話だと思いますので、えーまあ、皆様が思ってらっしゃる、まあ、お考えと同じかなと思うんで、ちょっとあの僕なりに思うところをお伝えさせていただきましたということで、えー、最後まで聞いていただきまして、えー、ありがとうございました。今回はここでで終わりです 失礼いたします。